はい皆さんねこんにちは数学担当の坂田ーでございます。一つおお見知りきを、ね、生授業でまたお会いしまたししょうねというわけでね私もいろいろ頑張ってるんですがねちょっとね YouTube のドラマね連結ぶり猫商店街なかなか俳優陣がうまくやってくれないんでねうまくいかないんですよね、まあ、しょうがないしょうがないというわけで、まあ、勉強の話に戻しますけども勉強も要領が大事定格表ばっかり立てるバカにならないでね定格表バカ。 大さっぱな計画でいいんだよ変な円グラフとかやめてくれよあんなバカなやつ、ね、あんなのはダメダメおお桃太郎くんエクストラボーナスんおー桃太郎くんどうしたの私の参考書の紹介をしてくれんのちょっと尺が足りないからちょっとこの話は後でねうん、私の参考書ね今カラー版に変わりますからおお。ねラジローピンシロなんか言いたことあんの何があんのえないんかいそれだけでまたね ではですね、この同関数のお話。まあ同関数ってのはもう数2ですでにおなじみですよね。まあ数2の範囲の、まあ微分のあたりでも登場してる話ですが、その辺 OK かなね、あの公式ありましたね。X の N 乗、微分するってマークね。微分すると、N が前に出て、X の N-1 乗。例えば X の5乗だったら、5倍の X の4乗。まあ X の10乗だったら、10の X の9乗になると。 まあそんなお話ね。ただその出来上がったこの、微分されたこのもの、この式を同関数と言ったわけよ。だから同関数を求めなさいよっていう指示と微分しなさいよって同じ意味ね。ちょっと具体的な例を出そう。fx こういう関数があるよと x3 乗、ね。はい、微分します。ね、はい、3x の2乗をね、この出来上がったね、この 3x の2乗、これが同関数をね。 え同関数を求めましょう。はい、出来上がった 3x の2乗が同関数よと。これを、この行為が微分しますっていう行為です。じゃあ具体的な数字をはめることもありましたね。うん、この同関数に x に2を代入しました、ね。2人が4の3倍で12だよと。これのことを何と言いましたっけね、あの、微分係数っって微分係数。だ名前がちょっといろいろあるんで、そこら辺ごっちゃにならないことね。 つまり x =2 の時の微分係数を求めなさいと言われたら、ね、この同関数の x にその指示された数字を x のところにはめた、ね、はめれば OK ってことね。 それを何表したっけと微分係数って。その場所における接線の傾きね。つまり、x イコール2という場所での接線の傾きはいくらですかと言ったら、ね、この同関数にその x を代入すれば、その場所における接線の傾きが出ました。まあ、じゃあどういう理屈だったか。ね、ちょっと行きましょう。まあ、とある関数があります。えこの y イコール、このね、fx という、ね。 うん、とある関数があった時に、まあ、ある,ある、ね、2点 A、ねまあ、この H だけ大きい値ね A+H プラ、ね、スこうね、まあ、こう考えましょう、まあ、H がマイナスだったら代、ね、償関係弱点しますが、まあ、ちょっと見やすいように H がプラスの場合について説明しますじゃ今この2点傾きは x の変化分の y の変化 x の変化は h しか増えてないから h。H 分の y の変化はこの y 座標同士で、ね、a を代入したものと a プラス h を代入した値差を取ればいいですよねつまりこの直線の傾きはこうだじゃあイメージコーナーこの h を限りなく0に近づけてまいりますじゃあどんなことが起こるかなと、えー、はいこういう感じね、えー、どんどんこの h が0に近づいていきますじゃあつまりこの2点こっちの点が近づいていくわけだどんどんこの h が縮まっていってはいぴったり一致した瞬間に 接線になる感じね。大丈夫 ?OK ね。つまり、A における接線の傾きの話になるよってこと。つまり、この F' の A。つまり、A における、ね、この微分係数だね。 つまり、x イコール a における接線の傾きは、先ほどのこの直線の傾きです。x の変化分の y の変化。その h を限りなく0に近づけたものに一致するってことです。でそこで、ちょっともう一個表現がありまして、この a プラス h っていうのはちょっと b というふうに置き直してみよう。ね。じゃ、これはさ、f の b になるよね。 じゃあ、どんな、この傾きはどう表されるかっていうと、結局、ね、B マイナス A。分の FB マイナス FA という風うになりません。だって、この A プラス H を B と置いたわけですからね。じゃあさ、あ結局、はい、リミットの、はい、H を0にするという行為は、B は A になるってことよ。えだって、B を A に近づけるわけだね。じゃあ、B を A に近づけますよと。えじゃこれ全く同じ意味ね。F' の A はと。でしょただこの A プラス H を B と置き直しただけ。H が0に行くということは B が A に近づくって話ね。ちょっとこの、じゃこの式慣れておいてくださいよ、ね。ちゃんとね、理屈もちゃんと分かっておいてください。ではですね、ちょっと若干嫌な話ね。まあ微分しなさいよ。同関数を求めなさいよ。 同じ意味ですね。微分しなさいと言われても同関数を求めろと言われても同じ意味です。じゃあ定義に従って微分しなさいとか定義に従って同関数を求めなさいと言われた瞬間がっかりするのうわ定義に従うんだ。あの公式が使えなくなります。じゃあどんな話だったかっていうとそもそもの話ね。えい。まあ a と a プラス h ね。h だけね。こうね。大きい x の値があってそれに対応する y 座標があります。 はい、この直線の傾きは、はい、x の変化分の y の変化だから h 分の、ね、f の a プラス h マイナス fa。でその h を0に近づけるとどんどんこの点がバーッと近づいていきますんでこのねこの2点が一致した瞬間接線の傾きになるよって話。えというわけでこれ a における接線の傾きの式になってるわけだこれが定義に従った。 で、これ A で成り立ってるってことは、この A を X に変えたっていいでしょえだから ?A っていうのは、ほら、固定されたある値ですが、X だったら、そのね、あの、自由があるわけだよ。だこれに幅を持たすと、この A の場所を X に変えると、こんな式になる。だつまり、これ、同関数の定義の式になります。えこれを使って、ね、あの、計算しないといけない。だ定義に従って同関数を求めなさいとか、定義に従って微分しなさいと言われた瞬間、 これをやんなくちゃいけないんですね。じゃあやってみようと。じゃあ fx イコール x3 乗の場合どんな風になるかなと。じゃあこの式もね、ちょっと見ながら行きますよ。じゃあ h 分の。じゃあ f の x プラス h、今回 fx は x の3乗ですから、この x のところに x プラス h を入れ直せばいいから、はいこれ x プラス h の3乗引く。はいこれが x の3乗。そのままね、fx だからね。じゃああとはひたすら計算です。 はい、リミットの、はい、h を0に持っていくことの、はい、h 分の。じゃあ、3乗の展開の公式は大丈夫かなじゃあ、x の3乗足す、はい、3倍の a x の2乗 h、プラス、3倍の xh の2乗。そして、h の3乗。で、マイナス x の3乗よと。じゃこの x の3乗と x の3乗は、これね、刻んで消えますねと。じゃあ、いきますよ。 はい、リミットの、はい、h を0に持っていくことの。じゃあこれ、全部 h で割っていいですよね。いいじゃこれ h で割ったら、これ 3x の2乗。足すこれ h で割ると、2乗と1乗で1乗残りますから、3xh。足す、h の3乗、h で割って、h の2乗です。でも h は0に行きます。はい、この連中が0に行ってしまう。 ね。0倍したら 3x も消えるしかないですよね。かける0ですから。これ普通に0。じゃあ 3x の2乗しか残りませんね。と。いいね。では x の3乗を微分したら 3x の2乗。ね。数二の時にね、勉強した通りの結果になりましたね。これが定義に従って微分せよとか、定義に従って同関数を求めよっていう時のお話になります。でそこでね、実話のコーナーです。 はい、何かっていうと、はい、これ X のアルファ乗っていうのがあって、はい、これ微分します。アルファが前に出て、X のアルファマイナス1乗になるよとえ。いつも N って書くのに、あいつなんでアルファって書いたのかなと。実はですねえ、あの数二の範囲までこの N ってさ、1とか2とか3とかそういうね、あの自然数しかダメでしたよね。結局ね。 まあ、0乗に対応するときは定数になりますから、定数は消えて0になりましたよね。5を微分したら0。100を微分しても0。その辺は大丈夫かな。えでもね、アルファは何でもいいんですよ。ね、アルファは、ね、えっ、ー、とね、これね、えっ、ー、と、これ、ね、有利数であれば、何でも OK。ね、うん、有利数であれば、何でも OK だよ。ねえ、とりあえずね、だから2分の1乗とか、 ね。あの、5分の1乗とか、そういった連中が登場してきます。えマイナス2乗とかも登場するよ。大丈夫ねえ。その辺をちょっと考えておいてください。とりあえずね。そこまでちょっと抑えておいてください。ではですね、ちょっとね、あのー、これ使い慣れましょう。まあ、x の α 乗を微分します。ね。こう、α が万円出て、x の α 引く1乗になるよと。まあ、あの、数にまでの範囲だとこれが2乗とか3乗とかね。 そういうのしかやったことないかもしれないけど、いろんな奴らが登場しますんで、今のうち慣れておきましょうと。まあこれは数人の話ね。じゃあちょっとじゃあこ、ね、こね同関数を求めてみよう。ね。微分をしてみよう。同じ意味だったよね。はい、じゃあ y' は、はい、6が前に出て、6-1で5乗。これもいいね。みんな楽勝ね。ええ。はい、y イコール x の2分の3乗です。え。これも一緒です。 じゃあ、同関数を求める y' は、二分の三が前に出て x の、はい、二分の三引く1です。二分の三から1を引いたら二分の1。ね二分の三の x の二分の1乗という風うになりますね。同関数は。もちろん、2分の1乗はルートですから。ね、ルート x と書き直しても構わないよ。おそのルートが登場した。じゃあもうやること決まったよね。 これは y イコール x のこれ2分の1乗なわけだよ。ええー、はい、同関数を求めてみよう。はい、y' は、はい、2分の1の x の、はい、そして2分の1から1を引けばいいから、マイナス2分の1乗ね。マイナス2分の1乗。で、これいろいろ書き方があって、あの、マイナス乗って分母に来ましたね。 まだから、から下に持ってきて、これ、ルート X だから、まあ、これ2、2ルート X 分の1みたいにしても構わないよ。まあ、僕はまあ、これでいいと思うんだけど、まあ、そんなに好みね。みんなの好みです。じゃあ、いきますよ。はい、次。はい、じゃあ、Y は、はい、これ、X の3乗根の X の5乗です。これ、なんだっけね、ちゃんと指数の辺、勉強し直してよ。うん、3分の5乗ね。 だ、ぶっちゃけ、ルートってこれ2乗根の2が省略されてるんだったね。ただから2でこれ1乗だから2分の1乗なんでしょその辺は大丈夫ね。え、はい、じゃあ Y だし、はい、同関数を求める。はい、3分の5の X の、はい、そして、3分の5を引く1だよ。3分の5を引く1は3分の2乗。まあ、これでいいよ。これで構わない。 ただ、あの、なんとか条根という表し方の方が好きな人は、3分の5の3条根の x の2乗みたいに。まあ、これはあの、分子に乗せてしまっても構わないとか。まあ、あの、ちゃんといろんな表現があるってことは、じゃあ慣れておいてよ。え、一つしか分かんないのダメよ。ちゃんと両方できるようにしてね。起きました。え、じゃあ全部指数。x のなんとか乗にしたいの。じゃあ y イコールこれ x のマイナス2乗だよね。え、分母を分子に持ってくると指数はマイナスになります。 でも同じルール。じゃあ y'。はい、マイナス2を前に出して、はい、これマイナス2から1を引く。で、これマイナス3乗だ。えじゃあちょっとこれさ、マイナス2かける、これ x の3乗分の1って表した方が好きな人もいるわけだよ。えマイナス乗だからね。 で、これちょっとま、まとめると、x の3乗分の2、マイナス x3 乗分の2っていうふうに表す能力も必要になってきますよ。まあ大丈夫ね。まあとりあえず慣れてね。だからほら、数2の範囲は、ね、この α が1とか2とか3とかそういう数字、ね、自然数ばっかり、ね、だったかもしれないけど、ね、それ以外の、ね、分数とか、マイナス乗とかが登場しますんで、ね、覚悟しておいてください。